皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。今日は久しぶりにボーリング場でレッスンの方を行っていきたいと思います。先日ですね、ボーリングの学校内で、初のですね、YouTube ライブさせていただきました。結構ですね、第1回ということもあって、まだですね多分浸透してないっていうのもあったんで、結構ねたくさんの方の質問に、答えることができました。毎月1回ぐらいやっていこうかなと思いますので、もしね、質問とかありましたらぜひボーリングの学校に入っていただきたいと思います。でその中でですね、多く質問をいただいたことをちょっとお話ししようかなと思うんですけども、それはねズバリ言いますとリリースポイントの話になります。皆さんやっぱりねリリースポイントがどこが正解かとか、自分がどうしても多いのはどこを投げていいか、リリースポイントですね、リリースポイントでどこが正解かっていうのと、やっぱり体が上がってしまうっていうので、その対処法についてお話をしていきたいと思います。ぜひね最後まで見てください。はい、それでは早速行っていきたいと思います。まずですね、頭が動いてしまったりとかリリースポイントで体が上がっちゃう方っていうのは、この腰が投げるときにここからこうやって上がっちゃうんですね。ぐーっと体が上がっちゃうためによく多いのはリフト&ターンしてしまうっていう方が多くて、全部リリースポイントが前に行っちゃいますよね。片手投げでも両手投げでも一緒です。例えば両手投げの選手もここからこの状態からボールをこのまま下ろせればダウンスイングになるんですけども、ここからこの状態で腰が上がっちゃうとアップになっちゃいますよね。そうするとロフトしてしまったりとか、引っかかってしまって自分が思ったところにうまくいかなかったり、することが多いです。なので、それをね、どうやったら、改善できるかっていうことをお話をしていきたいと思います。でそれはですね、ズバリ言いますと練習方法としてゼロ歩助走、これが間違いなくおすすめです。でこのゼロ歩助走をやることによってかなりリリースポイントっていうのは安定するようになってきますので、皆さんもしやられてない方いましたら、ゼロ歩助走をやっていただきたいなと思います。ちょっと見せていきたいと思うんですけども、例えばねいい例悪い例でいくとですね、ゼロ歩っていうのはもうそのフィニッシュの状態ですね、この状態をキープしたまんま振っていって投げるんですね。なのでリリースポイントが自分でどこにやっていいかっていうのが見えるんですよね、目に。でも歩いて投げてしまうとそんな余裕がなかなかないので、リリースポイントっていうのは見て投げることはできないですよね。で唯一練習方法として自分のリリースポイントっていうのはどこにあるかっていうのを確認できることができます。でなおかつその確認することによって自分がリリースポイントが行き過ぎちゃってるな、だから引っ掛け上げてるな、リフト&ターンのボーリングをしてるなって、じゃなくてもっと手前でボールを下ろすことによってダウンスイングができる。で止まってるじゃないですか、ゼロ歩助走って。でゼロ歩助走で止まっていてリリースポイントがこの足よりも前にあるってことは、実際に投げたらもっとこの速度っていうのは上がるので、もっと手が遅れてしまいますよね。そうするとリリースのポイントっていうのはもっと上に前に行ってしまうので、そうすると引っ掛けてしまう原因になりますので、ぜひここは気をつけていただきたいと思います。目安、このポイントとしてはここよく言われているフラットスポットですね。このスポットでボールを離すことですね。ここで離すこと、これが大事になってきます。ここで離すことが大事になってきます。スローでですねちょっと動画の方撮ってますので、ぜひねそちらを見ていただきたいと思います。はい、それではですね、横からスローでお届けしております。よくですねこのゼロ歩とかでやって多いのは、ここで何回もブランブランと振ってから投げる人がいるんですけども、基本的にはこの動作っていうのは1回ポワンとこの浮いた状態から持ってきてほしいんです。そうじゃないとあまり意味がなくなってしまいます。力で入ってしまって振りすぎてしまうので、その部分を気をつけていただきたいと思います。で、この状態から肘が入ってきて手首で脱力してダウンスイングという形になります。で続いてですね、よくあるのは力が入りすぎてしまう、この手首の肩カップしてる状態見ていただくと分かるんですけど、この状態が解除できなかったりするとですね、逆にですね力が入りすぎてしまって、これ男の人特に多いんですけども、この状態からボールを離せないんですね、力入りすぎてしまって。なのでこのままずっとボールを持ってきてしまってリフト&ターンのリリースになってしまう方っていうのも非常に多いんですよね。で逆に言うと、じゃあこういうのって女性じゃできないのかって思うとですね、わざとこれカップをすごくブロークの状態してるんですよね。これ坂本カイプロもこういう感じでやってるんですけども、
見ていただくと分かるんですけど、すごいブロークンですよね。だけど、このブロークンの状態で投げてるのを見ていたとしても、ここからトップに行きます。トップに行った時にも、全く力入ってないんですよね。この力が入ってないんですけども、逆にここで浮遊してるんで、簡単に、手首とか肘が入ることができるんですね。なので、理想はこういった形です。もう一回お届けしたいと思います。同じ動画になります。このカップしてる状態ではなくて、脱力してる状態から、ボールを、いくらでもですね、転がすことっていうのは実は可能です。みんなこれは結構勘違いしてることが多いんですけども、これぐらい、逆に力が入ってない方がブランブランとしていてですね、肘が入りやすいですね。で、負担なく入りやすいです。なので、ここから肘が入っていって、ダウンスイングができるというような形になりますので、ぜひ、皆さんも練習していただきたいと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。全然違いますよね。で、よく勘違いするのは、みんなこのカップをしちゃうんですよね、最初から。で、カップするとですね、こうやっていった状態から手首が入って、例えば肘が入ったとしても、手首が、ここがですね、カップが解除できなくて、そのまま引っ掛け上げてしまう方って結構多いです、特に男性の方は。じゃなくて、ここっていうのは、まずは最初はブランブラン、手首は緩い状態にすることによって、脱力、この鞭のようなリリースができるようになってきます。ここが硬直してしまって力が入ってしまうと肩、手首、肘、肩が硬直してしまうのでスイングが力が入りやすくて引っ掛け上げてしまうスイングになりがちです。ここがブランブランとしていることによってスイングっていうのは余裕ができますよね。なので坂本佳代プロみたいく例えば体が小さくて女性でもあれだけボールが曲げれるっていうのはそういったところになります。坂本佳代プロの、後ろから見てると手首こんな風になってますよね。でここぐらい、それぐらい力が抜けてる証拠なんですよ。抜けてるから、そこから肘が入って、ボールを転がすことができる。これがですね、ボールを転がす秘訣にもなりますので、ぜひね、ゼロ補助走っていうのが、すごく大事になりますので、やっていただきたいと思います。ちょっとね、ゼロ補助走、また見せていきたいと思います。では、いきます。ここから、セットします。セットして、振って、転がす。これが一定のリズムになります。よくですね、何回もここから止まってブラン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 って振ってる方いるんですけど、あんま振れば振るほど意味がないです。できれば最初は難しいかもしれないですけど、1回目のふっと上げたタイミングでボールを転がすことがゼロ補助走の練習の意味がありますので、この練習をぜひしていただきたいと思います。ここでねブランブランしていてもスイングのこのねどん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 こう力が入るだけなんであんまり意味ないんですよね。なるべくここはリラックスした状態で振った状態でふわーんと持ってきて回す、ふわーっと持ってきてポンとちょっとプッシュアウェイですね、イメージ的に言うとポッとする感じ でここから抜けてボールを転がす。これがゼロ補助走で大事な秘訣になりますので、ぜひ皆様やっていただきたいと思います。YouTube でもですね、分かんないことだとコメントを募集してますし、ボーリングの学校でもですね、皆さんからコメント等をいただいてます。でそのコメントをもとにこういった形でレッスン作ったりもしてますので、皆さんのお悩みのことをぜひ教えてください。少しでもね皆さんの解決のヒントになれるように、いろいろとですね、レッスン動画を上げていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日は以上になります。それでは皆様ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。